こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ2020年1月にまた月収100万円突破しました。売上の小さな内容を公開しますというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、月収100万円ですね、まあ、どういった風な感じかね、ぜひね、まあ、売上の詳細ですね、紹介させていただきます。はい、こちらですね、まずですね、カメラ転売で、78万1054円ですね、まあ、こちらもですね、売上がありました、実際に。はいですね、はい。で、まあ、いろいろね、まあ、私の方でもですね、まあ、いろいろ、まあ、今回ちょっと少ないんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、売上上げて、で、まあ、追跡ですね、ライバルの追跡も、まあ、なんとかかわしてですね、まあ、これだけ利益ありました。はい。で、次なんです、中国人ですね、中国人はですね、まあ、かなり頑張りましてですね、まあ、かなり、私のね、まあ、夢としている完全自動化ですね。で、まあ、中国人だけで、まあ、目標としては月収1000万ですね、っていうシステムの、まあ、基本ですね、が大体、形ができてきたので、まあ、これ、出るようになってきましたね。はい。で、その他のアプリですね。アプリは8260円ですね。これ、輸入アプリですね。の入金とかで入ってきたので、まあ、内訳こちらですね。はい。ですね。はい。で、まあ、今月はですね、まあ、コロナウイルスの影響でですね、かなり厳しいですね、やっぱり。企業は動いてないということで、ちょっと輸入は厳しいんですけど、まあ、やりますね。はい。で、まあ、今後ですね、私の、まあ、転売の、まあ、データですね、見てわかるんですけど、まあ、中国輸入をね、攻略した方が勝ち組になる可能性非常に高いですね。はい。で、今年はですね、私が尊敬して佐藤大輔さんですね。もう、一流のプロです。年商56億って言ったかな。のプロに会いたいですね。はい。なので、まあ、できればっていうか、まあ、行きますので、ぜひね、まあ、そういったね、動画も流せ、非常にね、いい動画を流せばいいかと思うんですけど、まあ、ぜひね、今後の、転売セーラーでね、興味ある方はですね、まあ、転売って、一つずつね、積み重ねるとできないです。はい。まあ、かっこよくね、派手にやるっていうか、まあ、例えばエヴァンジェリストとかね、そういったシステムで、まあ、ね、すぐね、収穫取るってすごい方もいるんですけど、なんかそういったのはね、できないんですよね。地道にやるしかないです。地道にやって、地道にやって、地道にやって、壁をね、壊して、這い上がっていくしかないので、ぜひね、まあ、頑張っていただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマルヒマニュアルプレゼントします。日記の散歩お願いします。あと、YouTube は質問一切受け付けてません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。